皆さん、こんにちは。どの親も、自分の子供が成長し、親高校で自分たちを老後に面倒を見てくれることを願っています。しかし、必ずしも全ての子供がそのような高校心を持って成長するわけではありません。時には、小さい頃からの兆候や習慣が、将来の無関心や冷淡さの警告となっていることもあります。では、その兆候をどうやって見つけ、 どのように修正すればいいのでしょうか。本日のビデオでは、親が気をつけないと、子供が成長した時に親孝行ではなくなるかもしれない、よく見られる習慣について一緒に考えていきましょう。もしこのビデオが役に立つと思ったら、ぜひシェアしてくださいね。始めましょう。一ともに責任感がなく、自立できないこと。人生において、独立性と責任感は、 各人が立ち上がって成功を収めるための強固な基盤です。責任感のない人は、偉大なことを成し遂げることはできない、という古いことわざがあります。確かに、自分自身の世話をすることができない人が、どのようにして大きな責任を負い、他人を気遣い、世話し、保護することができますか。ましてや、親孝行や育ててくれた恩に、報いることなどできるのでしょうか。今日、 多くの親は意図せず、檻の中で甘やかされたカナリアのように、愛に囲まれながらも生活の規律にかけた状態で育てています。こうした子供たちは、困難にどう立ち向かうのか、障害を乗り越える方法を知らず、挫折に耐えたり、失敗の苦い思いをしたりすることなく成長します。社会に出るとき、その子供たちは、まるで初めて巣を飛び立つひな鳥のように、不安で迷子になってしまいます。 経済的には親に依存し、精神的にも親の支えが必要になります。食事や衣類のような些細なことから、人生の重大な決断に至るまで、全て誰かに面倒を見てもらわなければならないのです。そのような子供は、たとえ親に対して感謝の気持ちがいくら深くても、自分自身で家族を支えることはできず、親を介護する責任を負うことなどできません。論語では、孔子がこう言っています。君子とは、 自分を収容する。ものであり、若いうちは親に礼を尽くし、成長すると才能と徳を持って国に貢献するものであると。しかし、責任感のない子供は、次第に混乱し、弱く、隠れたがるようになります。彼らはいつまでも、一度も父離れしていない子供であり、楽しむためだけに生きており、進歩する意志や明確な目標を書いています。 親がまだ健康であるうちは依存して生き延びることができても、いつか親が力尽きたり、経済が崩壊したりしたとき、これらの、子供は親を助けるどころか、逆に家族にとっての負担となってしまうかもしれません。したがって、もし親が子供に自立心や責任感が欠如していると感じたならば、むやみに、老後の支えになることを期待しない方が良いでしょう。親孝行とは、甘い言葉や感謝の気持ちだけではなく、 自分で立ち、家族を支えることのできる力を持つことにもあります。賢明な親とは、単に愛情で子供を守るだけでなく、子供に自立心を教え、彼らが自分の、足でしっかりと歩むことができるように導くことのできる親なのです。覚えておいてください。親は子を育てるときは、海のように広く深い愛情を注ぐ。しかし、子が親を養うときは、 日数や時間を数えるように計算している。従って、親は子供の親孝行に全てを期待するのではなく、自分自身で解決策、老後の完全な計画を準備すべきです。それは、今後数年間、親が安心するのに役立つ知恵と注意力です。二、子供には、不足もマナーもありません。東洋の文化において、礼儀や規範は、人としての品格と道徳を育む基盤です。 孔子はかつて息子にこう教えました。詩を学ばなければ、どうやって語り合えるのか。礼を学ばなければ、どうやって人として生きるのか。古来より、礼は単なる対人関係の作法にとどまらず、人格を磨き、人としての正しい振る舞いや他者との接し方を教える規範でもあります。原則を持たず、礼儀を。知らない子供は、家事のない船のように、欲望の渦に巻き込まれやすく、 人生の道を見失ってしまうのです。幼い頃に親が注意深く教育をしなければ、その子供は無秩序な習慣を身につけてしまいます。例えば、公共の場で騒いだり、教師に対して無礼な振る舞いをしたり、他人を気にせず迷惑をかけたり、食卓での最低限のマナーすら守れないなど、一見些細な行為に見えるものが、実は将来の尊敬心の欠如や無責任な性格を示す兆候となるのです。 これらの子供たちが成長すると、他者のことを顧みず、自己中心的な考え方を持つようになり、共感や思いやりの気持ちが欠けてしまいます。親に対しても同じで、礼儀や規範を知らない子供は、感謝や好行心の価値を理解することができません。親が自分の面倒を見てくれることを当たり前のように考え、時にはその未熟な行動で親を悲しませたり、その結果親に負担をかけたりすることもあります。 そのため、幼い。頃から親が子供に生活の中で守るべきルールや礼儀の大切さを教えなければ、大人になってからそれを改めることは非常に難しくなります。成長した子供たちに変わることを期待するのではなく、親自身が老後を自立して過ごせるような計画を立て、子供の高校心に依存しないで生きていく、逃げ道を用意することが必要です。子供を教育することは、単に知識を与えることではなく、 総合的な人格を築くことです。目上の人を敬い、年下の人に優しく接すること、他者を思いやり、尊重することを理解させることこそが、教育の要となります。子供が、例の価値を理解し、習得することで、成長した時に初めて親孝行な子供となり、親の恩を大切にし、報いることができるのです。三、子供は感謝せず、返済することを考えていません。 人生において、親が子に注ぐ愛情は、深い川の流れのように、絶え間なく流れ続け、見返りや損得を考えることはありません。昔のことわざに、一滴の恩には、泉の流れで報いよ、とあります。子供が初めて一歩を踏み出すその日から、親は子のために心を尽くし、食事や寝ることまで配慮し、自分の喜びを犠牲にしてまでも、最良のものを与えようとします。だからこそ、 道理を知る。子供は、常に感謝の心を抱き、親の育ての恩に報いることを考えます。しかし、全ての子供がその感謝の心を維持できるわけではありません。幼い頃から利己的で、親の犠牲を当然のこととして受け止め、その功績を思い出す必要のない義務であると考える子供たちがいます。彼らは求める方法だけを知っており、与えることについては全く考えていません。 このような子供たちは共感力がなく、道徳心が欠如しており、常に自分の利益を何よりも優先します。親が弱くなっておいると、その責任を自分が背負わなければならないのではないかと打算的に考えたり、負担になったと親を責めたりすることもあります。講師はこう言っています。地位がないことを気にするのではなく、自分の得が足りないことを憂えなさい。 人から認められないことを心配するのではなく、他人を理解し、共感できないことを心配しなさい。感謝の心とは、恩を忘れないことだけで。なく、思いやりと人間性を表すものでもあります。感謝を知らない子供は、やがて冷淡で無情になり、血のつながった家族に対してすら無関心になることが多いのです。感謝の心を持った子供を育てることは、親にとって最も大きな幸せです。 一方で、感謝の心を持たない子供を育ててしまった時の親の苦しみは計り知れません。賢明な親は、盲目的に子供の高校心にすべてを期待することはしません。そのような子供に報いを。求めるよりも、自分自身の将来を見据え、早いうちから計画を立てるべきです。哲学者モンテーニュはこう述べています。教育の目的は、子供に自ら考え、 行動する力を持たせることであり、親に依存し続けることではない。本当の愛情とは、子供に自立を教え、感謝の心を深く理解させることなのです。子供を育てるということは、単に体を成長させることではなく、人格や心を育む旅路でもあります。親が子供に礼儀の大切さを。教え、人への感謝の気持ちを抱かせ、他者を尊重することを教えることができれば、その子供は将来、 困難な状況に直面しても、正しい心と道徳を持って立ち向かうことができるでしょう。哲学者プラトンはかつてこう言いました。人間の真の価値は、教えられた価値観に従って生きる能力にあります。従って、感謝の気持ちを持った子供を育てるためには、一時的なニーズを満たすだけでなく、人生は受け取るだけではなく、与え、お返しすることでもあるということを子供に理解させることが重要です。 お子様に困難に直面し、責任を負い、課題を経験することを学ばせてください。あなたの一歩一歩を成長の時間とし、感謝の気持ちを人生の道を照らす灯下にしましょう。親の皆さん、人生における最大の幸福は、どれだけの財産を持っているかではなく、親孝行で感謝に満ちた子供を持つことだ、ということを覚えておいてください。子供たちに、恩返しを教えることは、 親が自分自身に与える贈り物であるだけでなく、子供たちが生涯を通じて受け継いでいく良い遺産でもあります。最も単純なことから感謝の気持ちを育みましょう。そうすれば、いつか両親がいなくなった時、あなたの行動が永遠に自分の育て方に対する最も深い感謝となるでしょう。75歳の老人が病を経て気づいた老後の愛情の厳しさ。今年、私は75歳になり、 ちょうど15年前に正式に退職してからの年月を迎えました。かつて、私は非常に多忙な医師でした。仕事は時間を要するだけでなく、非常に高い集中力が求められる職業であったため、その間、家族と過ごす時間はほとんどありませんでした。家庭のこと、子供の世話から家の管理に至るまで、すべて妻が一手に引き受けてくれていました。彼女はとても、強く、 理解のある女性で、一度も私に文句を言ったり、不満を口にしたりしたことはありませんでした。それどころか、陰ながら私を全力で支え、安心して仕事に打ち込めるようにしてくれました。退職後、私たち夫婦の生活は忙しさから解放されましたが、特に心配事もなく、穏やかな日々を過ごしていました。毎月、私は12万以上の年金を受け取っています。 これは決して多くはない額ですが、老夫婦二人には十分な生活費です。妻は、若い頃から外で働いていなかったので、自分の年金はありません。それでも、私はそれを負担に感じたことは一度もありませんでした。古くはありますが思い出が詰まった家で、つつましくも穏やかに暮らしていました。贅沢はできませんが、生活が困窮することもありませんでした。 我が家には一人息子がいますが、とても従順で勉強が得意です。大学卒業後、すぐに大手代理店に入社することができ、仕事もキャリアも徐々に、ステップアップしていきました。私が退職した時、私の子供は代理店で小さな役職についていましたが、高い地位ではありませんでしたが、私が誇りに思うには十分でした。自立心と向上心のある子に育ったと思います。 私も妻も親として、子供たちには温かい家庭を持ち、子や孫の近くに住み、一緒に老後を楽しく過ごせることを常に願っています。そのため、私と妻は、退職後、息子の家事を手伝い、子供や孫と親しく接する機会を、得るために、息子と同居することについて話し合いました。しかし、その一見単純な願いは叶いませんでした。この件について話すと、 嫁は不満を表明した。彼女は、夫婦の生活はとてもうまくいっている。もし私たちがもっと増えたら、プライバシーが失われるだろうと言いました。彼女は、私たちと話すことはあまりなく、私たちがいると家族の雰囲気が息苦しいだけだと率直に言いました。義理の娘が同意しないのを見て、私と妻は、主張したり強制したりしませんでした。親として、 私たちは家族生活には調和が必要であることを理解しています。義理の娘が快適ではない場合、一緒に暮らすことは関係にさらなる亀裂を引き起こすだけです。私たちはもう一緒に住む話はしていませんが、今も小さな家に住み続けています。私たちが息子と一緒にいなかったにもかかわらず、息子の家族に私たちの助けが必要なことがあるといつも、義理の娘は特に歓迎してくれました。 時には私に孫の世話を頼むこともあれば、パーティーのたびに妻に料理と家の掃除を頼むこともあります。その時の嫁は普段の態度とは打って変わってとても熱心で、いつも褒めたり感謝したりしていた。実は私も妻も最初から、嫁は我が家にはふさわしくないと思っていました。息子が彼女と結婚したいと言った時、私たちは彼女に最善を尽くしてアドバイスしましたが、息子はすべてのアドバイスを完全に無視しました。 私たちが抵抗すればするほど、息子は彼女と一緒にいたいと強くなり、最終的には私たちに何も言わずにこっそり婚姻届を提出しました。それを知ったとき、私と妻は非常に怒りました。しかし、それは終わった、唯一の方法はそれを受け入れることです。結婚してから息子はすっかり変わってしまったようです。家の中のすべての決定は、目が行います。 彼女が何を言っても、少年は耳を傾け、決して彼女に逆らおうとはしませんでした。妻は東へ行くように言ったが、私は決して西へはいかない。徐々に、私たちはかつてはタフで決断力のあった息子を認識できなくなりました。今、息子は妻の言うことだけを聞く男となり、妻の支配と影響下で生きています。親として、私たちは悲しいですが、どうしたらよいかわかりません。 あなたが自分の選択に本当に満足していることを願うばかりです。時間が経つにつれて、私たちは子供たちと離れて暮らすことに慣れてきました。しかし、私を苦しめているのは、子供や孫と一緒に暮らせないことではなく、息子が家族の中で自分の発言力をますます失っていくのを見ることです。妻の要求にただ黙って頷くだけの子供を見るたびに、残念な気持ちで。いっぱいです。 私たちは子供たちを育てるために人生の全てを犠牲にしてきましたが、最終的には子供たちが他人に依存して生きているのを目の当たりにしなければなりません。だから私はただ黙って、全てを普通のものとして受け入れました。いずれにせよ、子供には子供の人生があります。親としては、あまり干渉すべきではないことは理解していますが、子供が自分の望まないことに縛られず、幸せに生きてほしいと。 願うばかりです。場合によっては、最大の愛は保護することではなく、たとえその選択がどれほど苦痛であっても、子供に自分の人生を選ばせることです。結婚する前、息子はとても親孝行で、私たち夫婦に対してとても良くしてくれました。息子は本当に優しくて責任感があり、親の努力を忘れずに私たちに優しくしてくれる息子だと思いました。ところが意外なことに、 結婚してから彼の性格は徐々に変わっていったのです。私たちに。とって、彼はもうかつてのような親孝行な息子ではありません。7年前、上孫が生まれようとした時、今の家は狭くて家族全員が住むスペースがないと言いました。彼は、将来の勉強を容易にするために、学校の近くの大きな家に引っ越したいと言いました。その提案は私に多くのことを考えさせました。 息子の言いたいことは、私と夫にお金を出して助けて欲しいということだと分かっています。私も親として、子供たちに快適で充実した。生活を送ってもらいたいと願っています。それに、私たちは長年契約してお金を貯めてきたので、子供たちに少しだけあげても問題ありません。何しろ私も夫も年金があるので、日常生活はそれほど困らないはずです。何番も考えた結果、 私たちは息子に400万円をあげることにしました。これは私たちにとって決して少なくない金額です。正しいことをしたと思っていたのですが、思いがけずお金を渡すと息子は嬉しそうな顔はせず、逆に、怒ったようでした。彼は不満そうな声で私に言いました。お父さん、私はあなたの一人息子なのに、なぜそんなにケチなのですか。お父さんは明らかにたくさんの貯蓄を持っていますが、 私にくれたのは二十万元だけでした。ということは、あと四百から六百万円借りなければなりません。後々、借金返済のプレッシャーは大きくなるでしょう。お父さん、もう少し上げてもいいですか。この言葉を聞いて、私は本当にショックを。受けました。息子は今までそんな言葉を言ったことはありません。私はとても悲しくなりましたが、それでも冷静にこう言いました。 親も老後に備えてお金を貯めなければなりません。息子も妻も安定した収入があり、毎月18万円以上稼いでいます。私たちの地域では、それはすでにかなりの収入です。毎月6から8万円の借金を返済しなければならないとしても、生活していけるお金は十分にあります。でも、男の子には理解できないし、理解したくないようです。私がお金を渡して以来、 私たちの関係は徐々に緊張していきました。息子は以前ほど頻繁に家に遊びに来なくなりました。電話も出ませんでした。長年、一生懸命育てた息子が今、あのような形で背を向けているのを思うと心が痛みます。しかし、私は期待しすぎたのかもしれないと自分に言い聞かせました。時間だけが過ぎていきました。息子はもう私たちに関心を。持っていませんが、 息子の家族に何か問題があるたびに、夫と私は今でも彼らを助けるために最善を尽くしています。息子と嫁が忙しくて孫の世話をする時間がないときは、私たちは喜んで彼らを学校に連れて行き、毎日彼らの世話をします。妻と私は孫のために洋服、おもちゃ、お菓子をよく買います。また、孫のために洋服やおもちゃ、お菓子などを頻繁に買い与え、 毎月2万円以上も費やしていましたが、一度も不満を漏らしたことは、ありませんでした。そして、昨年の8月、私は運悪くく重病を患い、半月以上も入院することになりました。その間、妻は昼夜を問わず看病してくれました。しかし、彼女も年を取り、以前のように体力があるわけではありません。私は妻にあまり負担をかけたくないと思い、 息子夫婦に交代で数日間だけでも看病を頼もうと考えました。ほんの少しでも子供たちの気遣いを感じたかったのです。しかし、私のお願いは無情にも。断られてしまいました。息子はこう言いました。お父さん、病気の時に親の世話をするのは当然のことだってわかってる。でも、父さんも知ってる通り、仕事はそんなに簡単に休めないんだ。 本当に時間が取れないんだよ。それに、お父さんはあんなに貯金があるんだから、自分で介護の人を雇ったらどう。プロの介護士なら、きっと僕よりも丁寧にお世話してくれるし、その方が父さんも早く回復すると思うよ。それを聞いたとき、私の心は死ぬほど痛かった。息子は本当に変わりました。仕事が忙しいことを責めるつもりはありませんが、彼の話し方を聞くと、 まるで私が彼の父親ではなくただの他人であるかのように、とても遠く感じられました。長年にわたる家族愛が、あのような冷たさと無神経さだけに戻ってしまったのだろうか。私の人生はこれまで多くの浮き沈みを経験してきましたが、晩年になって、自分の息子からこのような冷たい態度を受けることに。なるとは、夢にも思いませんでした。息子夫婦は私の面倒を見ようとはせず、 体力の限界に近い妻がすべてを背負い込んでいます。妻が苦労している姿を見るたびに、私は胸が痛み、このままでは妻も過労で倒れてしまうのではないかと心配でなりません。そこで私は、介護者を雇うことを決断しました。年金だけで生活している私たちには大きな出費でしたが、これによって妻が少しでも休め、健康を維持できるようになるなら、それが、最良の選択だと思ったのです。 ところが、私が入院していた間、息子夫婦はほとんど見舞いに来ませんでした。たまに顔を見せても、軽く挨拶をする程度で、すぐに帰ってしまうのです。まるで、自分たちに課せられた責任から逃げようとしているかのようでした。本当に、私は心の奥底から息子の無関心と冷たさを痛感しました。父親が重病にかかっているというのに、彼の心には何の感情も湧き上がってこないようでした。 自分の家庭の中でまるで私は他人のように感じました。どうしてその冷たい態度を目の当たりにして悲しみを感じずにいられるでしょうか。私はいつの日か自分が病に倒れた時息子が私たちを見捨てることはないだろうと信じていました。しかし現実は私に残酷な教訓を教えました。家族の絆というものは必ずしも私が期待していたようなものではなかったのです。 退院の日、本来ならば家族が集まって喜び合うはずの時なのに、息子夫婦は迎えにも来ませんでした。妻は我慢できず、電話で彼らを叱りつけました。その時、私は胸が締め付けられるような辛さを感じました。この瞬間、老後の家族の愛情というものがいかに儚く脆いものであるかを痛感しました。息子に頼れないのなら、私たち夫婦の将来について、 もっとしっかり考えなければならないと強く思いました。これ以上息子を、養っていくのは、利だと判断しました。彼らは悪い癖が多く、私を頼りにしているかもしれませんが、私のサポートがなくても、彼らは苦しむ必要はないと信じています。夫と私の将来の生活がより良くなるように、もう少しお金を貯めたいと思っています。子供たちの無関心など無意味なことを気にせず、 穏やかに余生を過ごしたいと思っています。過去の時間が私の目を開いてくれました。私は自分自身を育て、世話する責任が最も重要なことだと理解しています。もし家族の愛がなくなったら、私は自分と妻の世話をします。なぜなら、私たち以上にこの人生に何が必要かを理解している人はいないからです。このビデオが役に立ち、 行動を起こすきっかけになると思われる場合は、ワンとコメントしてください。そうでない場合は、ゼロとコメントしてください。あなたのコメントは、私たちにとって非常に重要です。ご健康とご多幸をお祈り申し上げます。この、ビデオをご覧いただくために、貴重なお時間を割いていただきありがとうございます。こんにちは、また会いましょう。